せーの、わっさこらこらささ、ー、わさわさですね。わさわさですね。ねえ、今週はい。3本もライブがありましてね。ねえ、嬉しいことに。ねえ、昨日終わったと思えばもうあさってです。なあ、もうあっちゅうま、嬉しい。なあ、うん。なあ、あさって、あなたはねはい。え、たそうましにて忘まれすかね。けるけど、この矢島さんのツアーどえ全部ギター弾いてんねやんな。そうね、うん、両う方ちらがで。出るやつはもちろん。もちろん、うん。大変やね。ね、けどなんかね、この間もリーフルームやったじゃない？結構長セットで長セットでレンね。チャンやったけど、なんかフーザビッチの時もそうやってんけど、もう内容が違いすぎるからね、なんか切り替えれるから、なんかあんまそこまで思わへんのよね。そうか、体力的にも気持ちの切り替え的にも別にしんどいようなもんじゃないんや。そうね、だから先にボイラーっていうのが次ちょっとどんな感じなんかなと思ってんねんけど、そうそういや、おもろそう、いね。見てる人は面白いやろな、全然違うギターが見れて。まあせやんな、確かに。いやはあ、楽しみですわ。ねすごい変な感 FAD じ。も久々やしね。ないつぶりやろ、めちゃくちゃ久しぶり。あれぶりか、天体ミミズクとかやらしてもらってたよな、前。やったかな。結構なあ、ほんまめっにもう舞いちゃすぎて、し前やかんもな。うちらそんなに出たことないやん。だからにそれ2が回目とかちゃう？多分そうや今ねん回で。な。そうそうそう。うまあ楽わー、し横み浜やって。ね。なあ、遊びてー。ね、中華街行き中華た街行きてい。ね、ね。長らく行ってないもんな。よく雷ギター行くのになんか中そう華や街、ねん。そうそうよう行そうってたけそど、最近出て行ってないう。から。そうそう、ギターのメンテナンスやったり、うちもソロライブってよく行かしてもらっとったんやけど、あ、そうやんな。な、箱レクとかいう、なんかやっわてけのわたからんイな。ベントもさせてもらったりしてね、世話になっ懐たんかやけどしい。いも。やー、久々の中華街楽しみですね。楽しみですね。はい来れるね。方はぜひ来てください。はい。19時45分からはい。30分やります。お願い10しま時？ 10 時？す。ん？ 9 10？ 時？あ、9違時うやん。違う違う、9時。19時。あ、19時そう、な。びっくり19した。時10時。35分うん。から。はい。FAD お待ちしておりまね。す。う待っております。わさわさしておりますん。ね。ちょっとこのわさわさしてる中で、うち全然言ってなかったんやけど、まだちょっと詳細は分からへんねんけど、とある個展にね、絵を一つ出すんですよ。そう、その絵をちょっとずつ最近描いててね。ほうほうほう。で、いよいよそれも、それこそ9月11日からとかあ、もうやんか。で。山梨の日かそうら。なんですよね。そうそう、山梨の日とかぶっちゃってて、それまでにうちは絵を届けないといけないんですけど、まだ完成してなくて、もうやその。の絵をね、描いてるんです。なんか、なんやろう、全然音楽とちゃうやん、絵を描くことって。普段どうやって描いてんのかなと思って、ど絵とかって。うちほんまに作曲するのと同じ感覚で描いてるからさ、絵を描くなんてもう板についてないわけよ。そう、うやちもけついど、て絵へを描くん。ことは、もうほんまフィーリングだけで、何の技術も知識もなく、フィーリングだけで作曲みたいにやるけど、作曲はもうし慣れてるから、なんとなくもうこうなるんだとか、流れとかわかるけど、絵ってほんまに、ああ、完確か成に。度もわからんというか、やりだすともうどこで終わればそういいんかね。わからんというか、どこ確かまでもに。やってしまうというか、なんかね、のめっちなゃんうよかね、もなんか。う、ゴールすがなごいよいな。世界だなって。ないよ確か、な。わかそう、しるわ。かもそのグッズでさ、するとか、なんかそうね。デザインを描くとか、キャラクターを描くとか、でも一つの絵を、一つの作品として展示をするって、そうだ。その大きさの紙一枚でさ、なんか初めてのことすぎて手こずってます今。
ちなみにそれは何なんですか、どういう、もうな、何、なんかもう抽象的な、あ、テーマ、ね、あるんですか。そう、うん、テーマコンセプトみたいなのが一応あってね、うんうん、その展示する場所がパンクキャッツっていう高円寺のライブバーで、うん、ほうでパンクキャッツやから、まあ、パンクな猫っていうテーマがね、うん、あるのよね、うんうん、だからまあうちの脳みそを回転させてこう真っ白のキャンパスに描き始めたんやけど、はいはいはい、いやまあとんでもない世界になってきてねいやー見たいな普通にみんな見たいんちゃうかな、うん、すごいなと思って、一つの絵で世界を表す世界ってすごい、うん、絵画さんすごいな思って、絵画さんって画家さん確かにな、すごいな思いましたよ改めて、うんね、どういうとか普段絵描いてたりとか、絵師さんとかさよく絵描いて個展してはるけど、うん、いやマジ改めてすごいなと思ったし、うん、なんかこれは良くも悪くもほんま自分には絵ってその絵を描くんだっていう世界向いてないなって思ったね。そう、うちうちでもある、うん、楽しいんやけど、うんうん、もうそれだけ楽しいだけやから、なんか娯楽の一つだけやからな。まあ、絵師さんとかはそりゃなすごいなと思う。まあな、娯楽で自由に描く分にはなんかうちも好きでやってたりしたけど、 そのね、それを作品としてさ、そうそう、それはすごいよね。そうそうそう、別にそう今なその売るとか全然関係ないけどさ、うんうん、個展とかやったら値段つけてってやるわけやん。そうやな、うん、なんかそこまでのなんてやろ熱量をめっちゃ意識したら、うちほんまになんかなんやろもう足突っ込んで抜けられへんぐらいのなんか時間を要するやろなとか思ったりして、とてもこんなん音楽と両立できんわってね今ちょうどやりながら思ってたとこです。いやすごいな、うん、ちょっとまあいろいろ経験することって大事やなって思った、うん、そうやな、え、うん、ちなみにそのパンクキャッツさんでの個展は、うん、ギュンの絵はいつからいつまで見れるの、うん、そうそう、11日からで、期間忘れた、結構あるのかなうん、でその解禁やった発表的なのもちょっとまだしてへんし、うんうん、分からへんねんけど、あ、まあ、とりあえず今準備をねしててね、うん、ちょっと頑張ってるんですよ。完成したらねぜひ皆さん見に来てみてください。お願いします。ちなみにそうやってギュンだけなの、いろんな人が、いや、いろんな人がいてる、はいはいはい、その詳細もちょっとまだ分からへんねんけど、楽しみですね、うん、いろんな人がいるし、うん、よくライブとかもしてるし、うん、オープンマイクやったりブッキングとかもやってるとこやから、うんうん、なんかそういうの見に行くがてらね、うちの映画飾られてると思うんでね、確かに、うん、11日からちょっと小耳に挟んどいてください。まだちょっとできたってちょっと言われへんから、うちもちょっと今弱気な感じで、うんうん、できたら見に行ってくださいぐらいの気持ちやけど、ね、もし完成したら、ね、できたで見に行ってってそのうち言うんで、よろしくお願いします。楽しみに待ってます。うん、はい、そんな感じでね、はい、頑張って書き上げてください。なんかさ、どえさ、よく絵描いとったやんか、うん、なんかその個展で飾りたいなとかって思わへんの。あー、なんかそうな、うちうそやねんな、でもなんかいきなり海外行って青空古典みたいなしたいなと思ってた時あったけど、うん、あー、めっちゃええやん。そう、うん、あんまりな、でも今はあんまその欲はないかなっていう、まあ、いつかやりたいな、まあね、ちょっと思ってたけど、まあ、ね、うちも昔ね、うん、ドエと住んでた時によくゆで卵失敗してたじゃないですか。してたね懐かしい、うん、ゆで卵、うん、そ、失敗の域じゃない、その芸術的なゆで卵をすごい生み出しててね、うん、あの時ほんまに個展したいなと思ったんですよね。おお、なるほどね、ゆで卵の個展結構ね、早くしないと鮮度落ちちゃいますねすごいゆで卵ができんのよ、ほんまに芸術的な、失敗とかじゃないもんな、あれ大凶って感じの、そんな、そんなやばかったっけ、
いや、やばかった。うち全部写真置いてるんやけど、もうあれなんでも化け物みたいな化け物みたいなゆで卵めっちゃ産んでて、もう楽しなってきて、それが、うん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 、そのちょっと穴開けるのをミスったからそうなるんやけど、その、うん、あのお湯の中でブワーって中の黄身が出てきて、ブワーって化け物みたいなのができるんやけど、それが最初は失敗やったけど楽しくなってきて、うん、ちょっと穴の開け方とか、あのスプーンの小突き方とかで、うん、いろんな化け物ができることに気づいて、うん、これうちいつか個展やろうとかって思ってたんや。思ってたのよね。うん、なんかそういうようなことはしたいね。なんやろ、その、ね、他にない古典というか、うん、それやるみたいな古典 ね、 ね、まあ、もちろん、ね、お金取れないですけど、1個60円でゆで卵食べていってくださいぐらいの感じになると思いますけど、ね、うちがもう、ね、しっかり絵を描くことって、うん、あんまりね、自分のグッズ作りたいとか、グッズを作るためとか、うん、ジャケットを作るためとかっていうことでしかやっぱ絵ってうち描かなかったからな、うん、はい、デザインとことか、うん、またちょっとそう初めての感覚で作品をね、うん、作ってまして、いいですね。いや絶対しかもいろいろと経験いいですね。キュン、でも絵うまいから全然いい感じになるんじゃん。その上手い下手の概念じゃないところでやってる気が してますね。いや楽しみですね、うん、出ますからね。これでええかどうかみたいな、よくわからん、そういう感じがわからん、まあ、完成をね楽しみにしてますよ。はい、はい、待っててください。はい、はい、ほなら、こんな感じで、こんな感じですかね。はい、じゃあ明後日の、はい、横浜 FAD、はい、そして5月11日の山梨湯村フィールロックカフェ、はい、今週あと2本ライブがございますので、はい、ぜひですね皆様来てください。はい、よろしくお願いします。はい、うちのソロライブがもう次東京は11月までお休みで、10月の7日から7、8、9、10って4連チャンツアーで九州行くんで、九州あたりの人は聞いてはったらぜひチェックして来てください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、ほな、ほな、みなさん、わさこらさっさっさ、こらさ。